さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、こちらのささみをハムスターたちにあげながら、今日はねちょっとお知らせを一つだけ皆さんにお届けしようかなと思います。それではやって、今ちょっと待って、クク今転んだよね可愛かったな今。はい、ということで、そのお知らせなんですけども、投稿時間を朝の7時から夕方の5時に変更したいなと思います。でまあこれ、まあ、いくつかちょっと理由がありまして、今まではね朝の7時に投稿していたのは、そもそもね朝7時に投稿する人が少ないっていう理由で、投稿してたんですよ。でまあそれでなぜかっていうと、まあ、投稿する人が少ないっていうことは、まあ覚えてもらいやすいかなと、認知してもらいやすいかなということで朝の7時に投稿してたんですね。であとはね、そのまあ朝一番にね気持ちよく動画を投稿、したいっていうのもあったんですけどね、もう僕の最初の挨拶でさあ今日もやっていきましょうって言ってますからね、まあこれは今後も普通に言うと思うんですけど、まあ、そんな形で朝の7時に投稿していたんですけど、まあ元々のね僕の、もう思いというかね目的というかが、夕方に投稿したいっていうのがあったんですよ、実はね。まあ夕方からその夜にかけて、そして深夜にかけてが一番 YouTube ってね視聴されてる時間なんですよ。なのでまあ本当にねすごい人たちって夕方とか夜とかに投稿する人が多いんですけど、僕もそこに参加したい、まあまだまだね認知度も低いしこれからだとは思ってるんですけど、気持ちはさチャレンジしたっていいじゃないですか。ということでね、そんな形でやっていきたいなと思います。今までね朝、動画を視聴してくださっていた方とかね本当に嬉しくて、なので、まあ、投稿時間5時に変わりますけども、もしよかったらね、まあ、翌日の朝とかでもいいので動画をご視聴していただけたら本当に嬉しいですね。はい、そんな感じでお知らせは終わりにしたいなと思います。なので夕方の5時ですね、投稿します。だから投稿時間の変更になりますということでよろしくお願いいたします。ではやっていきましょうかね、ハムちゃんハムコね、これねこうやってね手で押さえてくれるんですよ。これがねすごい可愛いんですよね。ドキドキしちゃうんですよあ、そう、最近ね僕自分のチャンネルでねいろんなペットに関する情報とかをお届けするじゃないですか。なので図書館に行ってねペットの情報みたいな本をたくさん借りてきたんですよ。もうそれこそね本当に小難しい分厚い本から、あとはフクロモモンガの、本ね、そういったものも借りてきまして、今日はねちょっとその中から1個だけ面白い、なんていうのかクイズみたいなものをしようかなと思います。皆さんね、ペットショップで、エキゾチックアニマルはこちらですみたいなことを、ね、よく目にしたりとかすると思うんですけど、じゃあそのエキゾチックって一体どんな言葉の意味なんだろうっていうのは、おそらく答えられる人って結構少ないんじゃないかなと思うんですよね。で、まあそれをじゃあ一体何でしょうっていうことですね。まあ一応答えね、答えは、外来種とか外国産とか、あとはねこれ英語的な表記ですごい面白いのが身近ではないとか、そういった意味合いらしいんですよ。あと異国的なとかね、そんな感じなんですけど、いやこれ面白いですね。ハムスターも、エキゾチックアニマルなんですよ。だから外国のみたいな感じなんでしょうねきっと。まあでも身近ですけどねハムスターもうずっと前にそういう定義みたいなのがあるんでしょうね、定められたものが。まあ最近で言うとフクロモモンガもエキゾチックアニマルですし、あとうちにいるリクガメもねエキゾチックアニマルなんですよ。だからもううちエキゾチックアニマルだらけなんですよねまあそんな感じでね、また得た情報も、動画にしていけたらいいかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。次回は夕方の5時です。ではまた。